先日はね、仙台市でありました、東仙台交番襲撃事件ですね。これについてね、昨日アップしましたけども、今日もですね、似たような事件がね、ニュースにアップされてましたんで、こちらを見ていきたいと思います。撃ってほしかった。交番に、 包丁を持ち込んだ疑いで男逮捕ということですね。これは、朝日新聞ですけども、9月20日ですね。木曜日、10時13分配信ですね。いつも言ってます。この数字ですね。数字は大事です。10時13分。ね、これ反対から読めば311になりますね。311っていうのはね、11 3×11、えー。これで言えば 11×3 でね。33になりますね、えー。ちょっと記事を読んでいきましょう。えー、川崎市多摩区の、ね、川崎市多摩区ですよ。の、生田交番に、ね、生田交番。こちらに、えー、包丁持ち,かん持ち込んだとして、<laughs> 神奈川県警多摩署は、 20日、自称、同区、生った八丁目のアルバイト、えー、金井達樹容疑者22、ね、22ががりませんね。を、銃刀法違反、刃物の携帯の疑いで現行犯逮捕し、発表したとありますね。書によると、えー、金井容疑者は、19日午後9時25分頃、 正当な理由がないのに、はわったり、約11センチの包丁を所持した疑いがある。えー、11センチね。11ですね。えー、え、た交番は、あ同日夜、えー、3人、ね。3人ですね。ここで11かける3がまた出てきますね。11と3ですね。 三人の警、警察官が勤務していたが、別の事件の対応などで、えー、2時間不在だった。えー、警察官二人が交番に戻ると、ね、ここ、えー、この22歳ね、22とここの22、22がね、絡んでるわけですね。が交番に戻ると、金井容疑者が包丁を机に置いて座っていた。えー 昨日、仙台の交番襲撃のニュースを見た。警察官を包丁で脅して、拳銃で撃ってもらって死にたかったが、警察官を見た瞬間、<laughs> 叶うはずがないと包丁を置いたと話しているという。ね、こういう記事です。ね。 えーね、日本にはね、どれぐらいの交番があるんですかね。えー、なぜね、この川崎ん、川崎市多摩区の生田交番にね、えー、ここでこの事件が起こったかっていうのはね、数字を調べればね、えー、すぐわかります、ねえー。まずね、この川崎市多摩区っていうのね、 えー、計算機で調べるとですね、数比、数比計算機ですね。こちらで調べると44っていうのが出てきます。ね。これカルディアンですね。で44ですね。えー、カルディアンはね、こういう風な並びになってます。ね。ピタ、もう一つピタゴラスがありますけどもね。え、8番までですね。ね こういう風うな並びになってます。えー、アルファベット順ではありませんね。カルディアンはね。えー、よくね、この、セブン、セブンセブンっていうのが出てきますけど、セブンセブンコードが出てきますけど、これね、大ズの魔法使いなんかの意味は、ットですよね、うん。こちらが、えー、カルディアンになります。すね、この川崎下幕っていうのが44でしたね。 それから、生田交番。ね、行田交番。これも数字が絡んでます。生田交番ですね。こういう風に計算機に打ち込みます。するとね、33という数字がね、合計数が出てきます。こちらはね、ピタゴラス数比ですね。9、2、3、2、1。 2,6,2,1,5っていうのをね、合計すると33になります。ね、こちらがね、えー、ピタゴラスの数比になります。ね、こちらはアルファベット順ですね。えー、9番までありますけどもね。<laughs> えー、この A からずっとこう並んで、一回9で切れて、また J から始まって、えー、また9回9番目で切れて、そしてまた、 S, s から始まるわけですね。え、こちらがね、よく使われます。どちらかといえばね、カルディアンより。CC とかね、LL とかよく出てきます。BB もありますよね。K もあります。ね、この縦の並びね FO、FOX、FOX ニュースとかありますけどもね。これ、6、6、6の意味になりますね。他にもね、たくさん、え、組み合わせで。 えー、オカルトナンバーが出てきます。えー、先ほどのね、ピタゴラス数比でもそうですけども、アルファベット順でもこうなりますね。えー、44というね、えー、ナンバー,、えー。これはね、あの、デ e とかデストラクションですよね。死とか破壊という意味ですね。日本でもね、 4というのはね、えー、不吉な数字でもありますよね。えー、海外でもね、こういう、えー、数比ではちょっと不吉な意味があります。えー、余談になりますけどもね、えー、この、えー、順番でね、計算してみてください。えー、例えばね、NRA とかありますね。全米ライフル協会ですね。N が14。えー R が18ですね。A が1になります。でこれ合計すると33になりますね。えーま、ず14プラス、えー、18で、えー、20? あ、32か。ごめんなさい。<laughs> 32になりますね。えー、32プラスの、えー、A が1ですから、えー。14プラス18プラス1で。 えー、33になりますね。えー、それからこの G ね。えー、フリーメイソンリーの、えー、ロゴに G が入ってますけども。えー、これはね。えー、A から Z までで26ですよね。そしてもう一順してください。A, B, C, D, E, F, G と。G は7番目ですよね。えー、そういうことでね。26プラス7で、 これでまた33が出てくるわけですね。フリーメイソンリーの33ですね、G は。えー、それからね、えー、フリーメイソンとかね、フリーメイソンズとかね、あとフリーメイソンリーとかね、え、ね、メイソンリーとかね、いろいろこう呼び名がありますけど、まるでね、えー、アイシスみたいな感じですね。ね IS とか ISIS とかね、いろいろ、ダービスとかいろいろ呼びますけどもね、えー、このメイスムリーっていうのはね、三十三数日になりますね、えー。複数とか単数でね、呼び方がいろいろ変わりますけども、三十三数日になります。えー、そしてね、えー、これは今日の配信ですね、朝日新聞。千、えー、まみれの床。 容疑者は包丁を手に警告無視、警官視察とありますね。これは仙台の方のね、東仙台2丁目、宮城県警仙台,仙台東署、東仙台交番で、聖野博明巡査長が訪れた男に刺されて死亡したという事件ですね。昨日の事件ですね。 えー、なんか45分とかいう話がありますけどね。4と5を足したら9になりますからね、えー。9はサタンのナンバーになりますよね。それからこの3。ね、昨日は、えー、私、キヨのかなと思ってましたけどもね。これ、セイの、セイの手読みですね。セイの広明巡査長ね。ね、えー。こういう変わった名前が多いですね。このやらせ事件はね。えー、ここで33がマーキングされてます。ね。やらせということなんですね。 ですね。21。21っていうのも、まあ3にもなりますけども、えー、777ですね。これね、トリプル7って言いますね。これね、21番。昨日はこれ30センチとかいう話でしたけど、20センチになってますね。刃渡りね。それからこのウエストポーチですね。えー なぜか、ウエストポーチをね、えー、つけてます。やらせの犯人というのはね。えー、なぜかと言ったらね、このウエストポーチには秘密があります。またね、これも数字が絡んでます。えー、この、ウエストポーチ。ウエストポーチって言うんですか。えー、これね、えー、和製英語。和製イングリッシュらしいですけどね、ウエストポーチ。 英語ではなんか、バンパークとか言うらしいですけどもね。えー、これも44になりますね。44です。こちらはカルディアンですね。44数比です。えーね、こういうふうな、ん、やらせを作ることによってね、えー、手荷物とかね、えー、持ち物をね、植出した場合にね、 えー、見やすくなるんじゃないでしょうか。えー、ね。オリンピックも近いですしね。こういう職質がね、手荷物検査とかね、こういう風な、えー、やりたいんでしょうね。えー、東北学院大学の3年生。また3が出てきましたね。ここでね。白いマスク。ね。白に黒。 白いマスクに黒い半袖ですから。ね。ま、ジーパンもあるんですけども。白黒のデュアリティですね。これフリーメイソンリーですね。えー、ロッジがね、えー、チェッカーボードシンボルになってるのは、えー、この前紹介しましたね。えー、っと。まあ、こういうモデルガンとかね、3D プリンターのこともね、えー、後で出てくるかもしれませんね、アジェンダとして。 規制ですね。規制とかルール作りですねえ。拳銃を3発発砲したと。ここでまた3発が出てきますね。交番には防犯カメラが設置されていなかった、えー。こういうのもね、交番にも、えー、全部、えー、監視カメラをつけようということですね、えー。対人防護衣の着用を徹底した。 ね、こういうのも。あ警察の方もね、こういうルールを作ってるわけですね。はい、徹底してるわけですね。まあ、こういうやらせ事件でね、いろんなことが変わってきます。ね、こういうのを口実に、きっかけにするわけですね。えー、名前がね、直接、 えー、関係しない場合もありますけどもね。えー、そういう場合はね、えー、別のところにマーキングがなされますね。まあ、しかしこのね、誠医のさん、誠、え、医、ー、の巡査長、誠、ね、医の巡査長って言ったらなんかね、変な感じですけども。えー、この広脇、広脇っていうのは絡んでます。ね、これの数比が、えー、いくつかっていうのをちょっと調べてみましょうかね。 えー、ひっていうのはね、えー、44通費ですね。これも、えー、ピタゴラス数費ですけどもね。えー、まあ、こういうふうに、えー、名字か名前、どちらかが絡む場合もありますね。えー、このね、相沢祐太容疑者、東仙台交番の襲撃事件ね。えー、犯人とされてますけどもね。えー、これ、デュアリティですね。 えー、この冬ね、弱々しい人が警官をね、あの、視察するっていうね、これフリーメイソンに独特のね、えー、デュアリティです。ね。それから報道局。ね。こちらも動画の長さ、えー、33秒マーキングしてますね。えー、FNL の動画でしょうか。えー、33秒です。ね。そしたら、こちらで9時半って書いてますね。